皆様こんにちは。京都市内でゲストハウスの運営をしております株式会社京都屋の平尾と申します。弊社は約40棟のゲストハウスを運営しております。このチャンネルではゲストハウスの運営方法や最新の情報をお伝えしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回は、コロナウイルスとゲストハウスの運営に関してというお話をしてまいります。前回一棟貸しなので、ゲストハウスはウィズコロナ時代にチャンスもありますよというお話をさせていただきました。今回は別の視点から、このような点もチャンスがありますというところをお伝えしてまいります。ズバリ別の視点というのは、長期ですねのお客様を誘致するということになります。特にコロナの発生によって、例えば木材が届かない、トイレの部品が届かない等ですね、で新築のお家の工事が遅れてしまっているという事案がたくさん発生しております。その工事が遅れてしまった分、そこに住む予定だった方は他に住むところを探さないといけなくなることがありますので、そのような場合ゲストハウスは大変便利です。ゲストハウスには家具や家電であったり、実際に電気水道等の水道光熱のところですねが備えられておりますので、その日から例えば1ヶ月間、例えば3ヶ月間と、宿泊、まあ、ないし滞在ですねをすることが可能になっております。弊社に現在ですねご宿泊されているお客様にも、そのような事情を抱えてお住まいになられている方もたくさん実はいらっしゃいます。なので、旅行という需要ではなく、お家ですねを借りるという需要で、そのようなところもありますので、もしご覧のお客様で、ご覧の方でそのようなお客様ですねの需要が今まで取りこぼしてしまっていたという方がいらっしゃれば、ぜひ、そのようなお客様の予約獲得につなげるのもいいのではないかと思います。このチャンネルではこれからもゲストハウスの運営方法や最新の情報をお伝えしてまいります。京都市内でゲストハウスの運営代行業者を探しているという方がもしいらっしゃれば、ぜひ弊社までお問い合わせお待ちしております。動画下の概要欄より LINE でのお問い合わせやホームページでのお問い合わせが可能です。すべてのご質問に私平尾がお答えいたします。それではこれからもどうぞよろしくお願いいたします。